どうも、令和新選組代表の山本太郎です、えー、皆さん、マスクされてますかマスクしてるかって聞かれてもマスク自体が売っていないとかそういう方はたくさんいらっしゃると思います、えー、ラッキーなことにマスクを手に入れたとしてもそのマスクの使い方を間違ってしまう方っていうのがいらっしゃると思います、えー、今日はまずはこのマスクにまつわるこんなニュースから白マスクだけの全裸男を女子高生が目撃鹿児島市ってことなんですね ちょっっとと寄ててみみたたいと思い思まます文字を起こしてみました、えー、鹿児島市内におきまして、えー、白マスクだけの全裸男が女子高生に近づいていったってことですねこれね登校中の女子高生に見つかったってことなんですけどむちゃくちゃですねこれねだからあのマスク以外は全て裸って生まれたまんまでマスクだけはめてたってことですねこれまあマスクの使い方としてはまあ確かにしっかりとカバーされていたかもしれませんけどもちょっとおかしいですねこれね こういうような使用方法はやめてくださいくれぐれもえー、中田町の中にもたまに、えー、マスクの使い方ということを間違えている方もいらっしゃいますえー、こんな方ですはいあり, <laughs> ありがとうございますまああの粘膜を守ろうとしたのかなね、その場合にはゴーグルの方がよろしいでしょうというお話なんですけれどもまあ、これはたまたまですねお口につけようとしたところ上からずらしていくというところを、えー、マスコミの方が目のところで捉えたってことだと思いますけれども皆さんくれぐれもマスクの使い方にはご注意ください さあ、というわけで、えー、今週のニュースをプレイバックしていきたいと思います。まずはこちら。えー、4月7日です。4月7日に何があったか。はい。緊急事態宣言、えー。この緊急事態宣言に対して、安倍総理が記者会見を開いたということですね。で、この記者会見の内容、総理のご発言をたど、えー、っていきながら、皆様とお話をしていきたいと思います。総理のご発言です。緊急事態としての措置を講ずる以上、 当然、経済活動への大きな影響は避けられません。もとより、今でも多くの中小、小規模事業者の皆さんが、事業継続に大きな支障を生じておられます。世界経済だけでなく、日本経済が今まさに、戦後最大の危機に直面している。そう言っても過言ではありません。その強い危機感のもとに、雇用と生活は断じて守り抜いていく。そのために、GDP、国内総生産の 2割に当たる事業規模兆円世界的にも最大級の経済対策を実施することといたしました非常に力強いメッセージですこの中で最も力強いパワーワードはどういうことだったか GDP 国内総生産の2割にあたる事業規模108兆円世界的にも最大級の経済対策を実施することといたしました世界でもそんな規模でやってる GDP の20%も出してるねえすごい意気込みですねでも騙されちゃいけませんよ皆さん騙されちゃいけないどういうことか、えー、これを知るためには事業規模と真水ということを知らなければならないということで先日、えー、この番組でも皆さんに特集をいたしました今日は駆け足で簡単にこのことを説明したいと思います事業規模で兆円だよ事業規模ってそれを知るためには真水も知らなきゃいけない 事業規模とは GDP 国内総生産を間接的に増やすかもしれない対策増やすかもしれないですから増やさないかもしれません、えー、要は確実性がないということですねそして真水 GDP を確実に直接増やす効果のある対策これが事業規模と真水でございます真水 このことについて、えー、令和新選組の船子事務所から財務省に問い合わせをしました。本当の新規財政出動はいくらなんですか要は、今回新たに国がちゃんとお金を出すというのはいくらなんですか真水はいくらですかってことを船子事務所が財務省に聞いた。船子事務所、真水はいくらなんですか財務省、16.7兆円です。これ、アンパンで例えるとどういうことかと。 いいいいうこととお話し,していきたいと思います先ほどの事業規模と真水はい、えー、このパン事業規模でございます108兆円一方であんこ真水、ま、の部分が16.7兆円ってことですねつまりこれぐらいの話の違いがあるんだってことですわかりますかねこれ <laughs> 事業規模108兆円というものの中には何が含まれているのか例えば 税金を納めなきゃいけないけど納められないじゃあそれはちょっと猶予していいよ先延ばしにしていいですよっていうものだったりとか他にも社会保険料国民健康保険だったりとかの社会保険料を払いたいけど払えないっていう人たちじゃあ今コロナだから先延ばしにしていいよ猶予ですねこの猶予っていうものに対してもこの額が入れられているつまりは何かっつったら要は 払えませんじゃあ払わなくていいよってことじゃなくて払えませんじゃあ先延ばしでいいでも払ってね払結局猶予にしかなってないっていうものまで含まれてるってことですね GDP の押し上げにはつながらないっていうのはこういうことです他にも、えー、民間からの支出ですこれは政府からの支出じゃありませんしかもこれ確実に民間が支出するかどうか分かりませんからねこういうものが含まれているなどなどたくさん含まれているのがこの事業規模だということですはい 結局新規に GDP 押し上げ確実なのは GDP を確実に押し上げるのは真水16.7兆円の国債発行分だけだってことなんですね。個人と中小企業への現金給付6兆円やりますってドヤ顔で言ってますけどもこれもこの16.7兆円の中に含まれてるってことです。ね。あまりにもちょっとひどくないですか 大口叩きすぎじゃないですかね、これね。事業規模108兆円でございますって言いますけれども、実際に政府がこの件についてお金をちゃんと出します。それによってみんなにお金が分配され、それによって GDP が押し上がっていきますっていうものに関しては、16兆円、17兆円程度しかないっていう、そんな話なんですよ。騙されちゃいけない。踊らされちゃいけないというお話でございます。それ以外は、今後執行された場合に、 経済を押し上げる可能性があるというだけとこれが事業規模のことです事業規模の中でいろいろ執行されてもしも執行された場合には執行されないかもしれないし執行された場合には経済を押し上げる可能性があるよねというだけだということなんですねそれを堂々と事業規模108兆円世界的にも最大級と宣伝するんですからすごいですね本当にはいマミズは16.7兆円 GDP 比で見たらたった3%おかしいな 108兆円だったら GDP の20%とか言ってたのにね3%になっちゃいましたよ一部の人々に限定された給付金は GDP の1%ポッチうーんドケチそういう話なんです続きましてまたしてもですね総理の4月7日の会見からでございます、えー、日本経済を支える屋台骨は中小小規模事業者の皆さんです本当に苦しい中でも今歯を食いしばって頑張っておられる皆さんこそ 日本の底力です皆さんの声は私たちに届いています。ね感動的ですね。届いてればいいな。皆さんの努力を決して無にしてはならない。その思いのもとに史上初めて事業者向けの給付金制度を創設売上が大きく減った中堅中小法人に200万円個人事業主に100万円支給します。はっきり言います。足りません。 そりゃそうですよ。いや、ないよりいいです。あった方が絶対にいい。でもこのワンショットでしのげますかこの先どれだけ長い戦いになりますかこれ。これだけでは到底じゃないけど、耐えられない。しのげないって話ですね。日本経済を支える屋台骨は中小小規模の皆さんですよっていうことをおっしゃってた。皆さんの声は私たちに届いているってことを言ってた。本当に届いてますか ?200 万円、100万円。それも欲しい。でもそれじゃ足りない。だからもっとお金を。 届けなきゃダメなんですよ私はそう思いますでその声は本当に届いているのか先ほどの記者会見の翌日4月の8日に、えー、西村大臣がですね休業要請2週間程度の見送りを出しんってことなんですよなんだこれどういうことですか、えー、自主的に休業してます自主的な休業っていう状態をいかに長くするかってことがおそらく彼らにとっては非常に重要なんだろうってことなんですよ 要は国や自治体から休業要請をするってことはお要請しておくんだったらなんかあるだろうなんかお金出してくれるとかさとかっていう話になっちゃうんでできるだけぎりぎりまで本気になってはお願いしないそれにはお金が伴うからっていうこれ時間稼ぎじゃないですかこれまずいですよ本当に明日本当にいよいよ首をくくらなきゃいけないって人たち本当に今この国の中にいらっしゃると思いますその方々に一刻も早く安心してもらえるだけのお金を届けなきゃならない 去年の今頃と比べてどれぐらい自分の収入落ちてますか落ちた分補填しますよっていうことを全ての事業者全ての労働者にやっていかなきゃならないそれが今の政治の役割だと私はそのように思いますはいなこの先には間違いなく消費税増税によって大きく落ち込んだ地盤沈下したこの国の経済がさらに大きく地盤沈下いやもうはっきり言って コロナ不況、本気でやってくるってことがもう目に見えてるじゃないですかだからこそ今国がお金をどんどん皆さんに当てていって底上げをしていくってことをしなきゃいけないもうその予告はされてるんですよその予告っていうのは何かコロナ不況の予告いろんな試算がされてますその中でもブルームバーグで取り上げられましたこちらのニュースです日本の4月から6月期46ですね4月6月期の GDP 予測マイナス 25に過方修正これえぐくないですかつまり何かっていうことなんですけれどもマイナス25%っていうことはどれぐらいの規模かって言ったらこれごめんなさいねかなり雑でざっくりした計算ですけれども4月6月でこれまあ年率で計算してマイナス25%っていう話なんでしょうねってことは136兆円ぐらい吹き飛ぶ話なんですよ。 本来ならばみんなのみんなにお金が回るはずの136兆円が吹き飛ぶ136兆円回らないことによって多くの方々が自分で自分の命を絶たなきゃいけない状況がやってくる可能性高いってことですこれこそ本当に不況じゃないですか強行じゃないですかってことですねだからこそ今こそ真水で100兆円の経済対策バンバン打たなきゃダメなんですよ 1>, 1, 人万1世帯30万円でその中に要件いろいろ厳しくしてってもらえる人が本当限られますでもねみんなから批判されたからここをちょっと緩めていってもうちょっと配ってあげるねみたいなケチなことやんなってことなんですよもう大胆にいけよって1人20万でも30万でも皆さんに今とりあえず一旦しのぐお金を渡しそして、えー、かなり落ち込んでいくような事業ですねもうほとんどですよそ,のそういっった事業に対して、えー、してかりと 立ち直私たちれいわ新選組はコロナ緊急提言として「真水」「事業規模じゃないですよ」「真水100兆円で徹底的にやれ」と「アラくな自粛しろ」の代償は国が保障しなければならないということを政府に、えー、訴えておりますご興味ある方ぜひれいわ新選組のホームページからこのバナーをクリックしていただいてその中身を見ていただきたいと思います 明日ご覧いただきまして、えー、引き続きチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします米和新生部代表の山本太郎でした